金属、セラミック、石油由来の高分子に代わる第4の材料に挑戦します。ものづくりを知り尽くす開発のプロが挑むイノベーションは、天然を超えるタンパク質で起こす素材産業革命。今世紀半ばには100億を突破すると言われる世界人口。人類が避けては通れない課題の一つが、さまざまな素材の原料となる石油などの資源枯渇です。エコ素材の開発やリサイクルも進んでいますが、拡大し続ける世界経済の中では、従来型の資源に頼った産業の育成に大きな壁が立ちはだかっています。この大量消費の上に成り立つ現代社会を一変させるイノベーションとは。天然素材の持つ可能性を最先端技術で解明し、人間の知恵で天然以上の素材を作り出す。そんな素材産業革命に挑戦しているのが、自動車業界で先端研究とものづくり融合の陣頭指揮を取ってきた開発のプロ、鈴木高根プログラムマネージャーです。全部地球が今持ってる材料を使ってるというところです。ですから今世の中で、例えば自動車なんてまだ世界の 10% しか乗ってない。これ全員が乗ったらこの10倍ありません。石油もそうですし、それから鉄鉱石や それに代わるいろんな金属もそうですし、そしたらじゃあその我々どうしたらいいんだ。だから私なんか思ってるのは、人類が滅びるか材料を自ら作るかどっちかで、その一つの手段として太陽光を利用して微生物に材料を作らせよう、しかも自分たちの設計した材料という形で今。人類が生み出す新たな素材として、鈴木 PM が注目したのが、クモの糸などに代表されるタンパク質。中でもダーウィンズバークスパイダーというクモが作る糸の強さは、生物が生み出す物質の中で最も頑丈とされ、その構造に大きな関心が寄せられています。まあ、今回のポイントはまず天然に学ぶというところから実は始まっています。クモの糸 の強さ、これ実は今世の中にある繊維で最も強いというのが言われています。単純計算するとですね、直径10ミリのクモの巣を張ればジャンボジェット機が、傷一つなく捕獲できる。傷一つなくっていうところがミソなんですよ。壊れないんではなくて、ですから強くて伸びるっていうかですね、それをじゃあコピーして、人工的に、作れる方策を考えている、そういう形で進めた。ですから天然の素晴らしい、ものを徹底的に調べましょうと。鈴木 PM の構想は、天然に学びそれを超えること。高機能なタンパク質を微生物の光合成で作ることが可能になれば、石油などの枯渇資源に頼らない究極のエコ素材の登場も夢ではありません。まず最初に、天然に存在するあらゆる構造タンパク質の遺伝子を取得し、その配列を解析。同時に最先端の構造解析施設スプリング8を使い、タンパク質の物性を検査、高機能が発現するメカニズムを解明します。これにより、世界初となる人類に有用な構造タンパク質の統合データベースを作成していく計画です。我々は、人類に使える素材としてのデータベースを作るということ。天然というのは何十億年かけて作ってきたものを、我々も今から我々に必要な材料何っていうのを探して、じゃあ我々も昆虫たちと同じように、我々に必要な材料はじゃあどういう構造してるかってことをやってる。雲だけでももう何千何万何百万通りなわけですね。で、それぞれの糸の違いを見て、何がそのタフネスについてる、コアは何っていうのを探して、そこ部分を作ってくれる。だから雲の糸全部コピーして、それを作るわけではない。あくまでも人工的に雲糸もどきを作ろう。ただ物性的には雲糸を超えたい、そういうことです。データベース化によって得られた情報を活用し、いよいよ天然を超える性能を発揮する超高機能タンパク質を創出。ここで問題になってくるのが、
コスト面での実現性。我々自動車業界にもともと以前までいたんですけども、人に使ってもらって初めて材料ね、こんな素晴らしい材料ができました、でもすっごいコスト、誰も買わないもんだった、それって私は材料と呼んでないんです。私の言う材料は人が使って初めて材料、私のようなもの、もともと生産技術、ものづくりをやってきた人間が、まさにこの研究のリーダーというかね、マネージャーをやらさせていただいているところは、そこが一つ、そこだけは守りたいという形で動かさせていただいて、実用化に向け、コスト効率を追求するだけでなく、世界最大規模の生産設備を要し、研究開発から評価検証までを一気通貫で行う体制を敷いています。こちらは人工クモ糸のサンプル。素材設計の段階で着色できるため、天然素材のように生地を後から染色する必要がありません。さらにここから化学、繊維、加工メーカーなどを対象に開発期間の攻防を行い、改善を繰り返すことで実用化に向けた出口志向の戦略チームを形成します。私の目標は5年後にまだ市場に出なくてもいいんです。ただ試作品を作って、こんな、分かりやすく車ができました、こんな例えばスポーツ用品でもいいですし、間違いなく一つ製品を社会にアピールしたいですね。従来とは全然違う、しかも自分たちでこれ作った材料で、石油由来に頼ってませんっていうのを出したいですね。もしも世界最強の強さを持つダーウィンズバークスパイダーのタンパク質構造を再現できれば、その強度は鋼鉄のおよそ340倍。期待される用途には、歩行者に怪我をさせない超衝撃吸収ボディや次世代防弾防護装備など、私たちの命を守る技術への活用が想定されています。また他に類を見ない強度や伸縮性から、航空機関連や医療分野などへの市場拡大も考えられ、まさに無限の可能性を秘めています。材料を作る人たちから見ると、やっぱり夢だ、自分で設計して自分で材料できるなんて、今までやっぱりある規制の中、つまりもう石油とか原油とかですね、金属、もともとある地球にあるものを、いわゆるモディファイ、改良してる形で、ね、自分で設計して云々ではない。これやっぱり材料をやってる人たちにとってはですね、まさにやりたいことだし、夢のあるということで、本当にいろんな方に賛同していただいて、今我々のチームに入っていただいて、従来の概念にとらわれない、規制概念にとらわれない、丁寧に学びながら、人間がやってきた従来技術にはとらわれないっていうのは、今回の非連続でありブレイクスルーだと思います。